タの必殺またきまザル。新年明けましておめでとうございます。新年入りまして、はい、100分間鬼ごっこが上がったりとか、うん、俺らの鍋の動画が上がったりとか、うん、もう何本か動画上がってるんですけど、改めましてね、はい、まあ、新年と言ったら、うん、これだろっていうものをマサイが買ってきてくれたんだよね。怒ってんの？いや、あの感情ミスった今。感情ミスった今。もう2度目のチャンスはございませんが、ごめんなさいごめんなさい。もう2度でやらないと本当に許してください。いいだろ、ブン。新年やばいぞ。おい、おい、新年やばいぞ、マジで。おい、この野郎。はい、というわけでマサイがね、これを買ってきてくれました。おいおい、よっしゃー、ナイスセーブ。見えなくなった。ヴィレッジヴァンガード福袋2022年バージョン、5袋買ってきました。買ってきましたよ。値段は3600円で、そうなんか5500円だっけぐらいのやつがあって、黒いね、福袋もあったんだけど、まあそれはね、もう完売してて、いや、1月の2日とかに行ってて、あ、もう2日に行ったよ。もう1店舗閉まってたりとか、やばい。そう、もうなんか結構ギリギリな状態でようやく見つけて、で、奇跡的にこのカラーの福袋がちゃんと5種類あるっていう。今年もね、5種類全部あげに行こうと思います。よっしゃ、いや、よかった、変えて。どれから開ける？じゃあマサイ、画家を俺の順番でなんか選んだよ。あ、いいよ。色がさっき見せたけど、赤、青、ピンク、緑、黄色の5種類があります、うん、楽しんでいこうぜ。よっしゃ、うん、なんか毎年ビレバンの福袋やってるよね。やってるやってる。やらなかった年ないかもね。なんでビレバンなんだろうね。確かに、バラエティ豊かな雑貨屋さんといえばもうヴィレッジヴァンガードさんじゃないの、うん、ああ、まあなんか俺ら変なもん好きだからね。ヴィレバンのサイトって皆さん知ってますか？その商品ごとのカテゴリーに分かれてるんだけど、うん、その中の一つに分類不能雑貨ってのがもうあった。俺らもそういうの好きだからね。そうだね。それでヴィレバンなんだろうな。赤の福袋を開けようと思います。開封、イエーイ。いや、小物からいくか。1個目、虎模様のレジャーシート。ちょっと開けてみる。まあ、広げても多分これがでかくなるから。そうなんだよな。あ、なんかちょうど一人分くらいのね。ああ、いいや、いいや。こんな感じのレジャーシートです、うん、完全に俺のテリトリーっていう感じなの。確かにね。これ一回しまいましょう。はい。何だこれ、もモフモフしてるの。期待大。え、何これ、何これ。虎柄のパンツ。虎にちなんだ何かが出るの分かったね、虎柄。あ、そうだね。これってさ、うん、外に履くの、中に履くの。いや、これ多分部屋着じゃなくて、ノーパン。パンツ履いた上でこれ。履いた上でしょ。パンツ履いた上でこれ。これで下履いてなかったら店に行っとる。そうか。やめなさい。ちらやめなさい。もうこれ。タイガープレート。虎の顔が書いてあって、その上に物を乗せると虎が加えてるように見える。ビレバンさんっぽいなこれ。ちょっと開けて。ぽい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 。これは面白い。これは面白い。ガオン。これだってさ、大きいパン置いてさ、集中線みたいな。パンが勢いついちゃってるみたいになる。次、はい、急に可愛いの出てきた。可愛くね。わっしょいうんち焼き。わっしょいうんち焼き。いきなりトラ関係なくなるじゃん。むちゃくちゃ失礼なこと言うと、うん、すげえ臭そうなんだよね。モクモクモク。まだある。おわ、うん、トラジグゾーパズル。難しそうだね。難しそう。そうね、全部取らなかったもんね。そう、何せこれ、あ、これ花だな、これプーさんだなみたいなないから。そうね、最後でけんだよ。あ、でかいんだ。そう、せーの、え、トラだ。トラ焼き。トラ焼き。トラ焼きだ。トラ焼きじゃない。そういうことか。正解、正解。すごい。トラ焼きクッション。本当にトラ焼きって書いてある。ふざけファクトリー似がありますけど。確かに。まあとりあえず、うん、赤は中心です。トラグッズが中心でした。トラグッズでしたね。はい、じゃあ次、俺が選んだのはこいつだ。青色の福袋。なんかめでたいって書いてあるね。めでたいとめでたいかけてる。おめでとうとね。そう、なんかビレバンさんこういうの貼ってくれるから面白いね。ね、ね。なんかリラックスできそうなの入ってそうじゃない。あー、でもなんかそれ緑に持ってきそうだなと俺思ってる。自然的な。あ、じゃあ睡眠とか。それもマサイにあげるよ、じゃあ。確かに。マサイ寝るの下手そうだから。寝るのマジ下手だから俺。人間としてダメだから。そんなに追い込まなくていいよ。そこまで追い込まない。そこまで追い込まなくていいよ。あ、そう。あげます。はい、はい、1個目。え、うわ、あ、寿司ジグゾーパズルでできた。マサイじゃあ無理無理。無理。あ、
あ、じゃあ今年虎年なんで、うん、魚編に虎と書いて何と読むでしょうか。ふぐ。違います。じゃあウツボだ。ウミヘビ。正解はシャチでした。あいつって漢字あるんだね。漢字ある。ちなみに豆知識なんですけど、虎魚って書くとオコゼって言うんですよ。鬼オコゼのやつか。そう、鬼オコゼのやつ。あのトゲがいっぱい入ってて毒がある、まあ、見た目はブサイクなんだけど美味しいお魚。オコゼが、まあ、虎魚って書く。で、魚虎って書くとシャチのか。いや、これ合体してるやつじゃん。そう、これ合体してるやつじゃん。あ、別で考えるとか。そう、別にするとまた別になる。ハリセンボンって呼ぶ。あー、はい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 。おもろいよね。魚と虎合体させるとシャチなんだけど、分解して魚虎にすると、はい、ハリセンボンになる。魚と虎についての豆知識でした。2個目。はい。はい。寿司のレジャーシート。寿司がテーマかもしれない。そうだね。次、これ。ミニ回転寿司セット。これ言ったら終わると思うんだけどさ、うん、このスパンだったらさ、うん、広げて食ったわ。いや、俺も思ってますね。次、はい、寿司トランプ。ちょっと一回これ開けてみていい？あ、いいよ。あれ、なんかハートとかスペードとかのマークが寿司になってたりとか。ああ、ありそう。おお。ちょっと待って、俺一番最初のジョーカーが出てやっちゃったんだけど。これね、あの寿司トランプ、表面こんな感じです。ジョーカーの癖強すぎるんだけど、これマグロっすね。何もかも関係ないんだ。ただ寿司の画像がインスタされてるだけ。今何持ってる？サーモンとかいいですよ。でもなんかちょっと別の遊び方できそうだよ。確かに。じゃあ次いきます。はい、ドン。寿司の湯飲み。これ良くない？一番いいじゃん。これ海外の人好きそうじゃない？そうだね、 そうだね。おしゃれじゃない？なんなら日本人も好きだしな、これ。これいいよね。これいい、これいい、これ一番好き。これで上がり飲みたいな。ね、最後ですね。マジか。ドン、でかい。めでたいクッション。あー、年明けと、いい。この大魚。うん、大魚。うん、大魚じゃない。大魚じゃない。大魚。大魚。俺、うん、じゃあ中学校の時から間違えてる。よかったね。俺も一発目に大魚やったけど。残り3袋だね。3袋だね。メンバーからいっちゃう。メンバーからいくか。ちょ、ピンク開けるわ。すげえ軽いんだよ。袋に YouTuber の方お待ちしてます。これ見たらもう買うしかないね。もうまんまとね。あ、俺向けだってなるもん。そう、開けます。はい、いきますよ。え、かわいい。これ犬のエコバッグ。あ、それエコバッグなんだ。いや、エコバッグなんだ。そんなちっちゃいのに。ね、このまんまだったらね、10円玉ぐらいしか入ってない。エコじゃねえ。めくれるタイプのやつね。中から出てくるんだ。あ、分離した。分離すんのか。まあ、お弁当入るかなぐらいの。お弁当入るかな、うん、なんか緊急用のエコバッグとしていいかもな。次、うん、はい。え、パンツ。パンツじゃないよ。ピンク色のパンツ。違った、ごめん。超高機能マスク。オパッティに見えるんだよ、これ。いや、見える、ちょっとじゃあ、つけてみよう。俺はちゃんとね、耳のやつ調節もできるんだね。確かに高機能ではある。あ、楽よ。偶然にも帽子と合ってるんだよ。まあそうだね、ね、その帽子と。かな。あ、パンツだ。あ、やめろ。やめろ、やめろ、やめろ。外して、うん、次な。お、何だこれ。パンダさん。え、でもすげえ触り心地やばい。めっちゃいいよね、これ。やばい、サワサワなんだけど。これはいいわ。ほぼジェラピケだもんね。ジェラピケ、ジェラピケ、ジェラピケじゃない。ジェラピケだね。お、なんだろう、かわいい。エプロン。生地に撥水防止和加工をしました。水滴を弾き、お洗濯では汚れが落ちやすく、シワになりにくいのでストレスフリー。忙しい毎日嬉しい機能のエプロンです。おお。ああ、ああ、はいはいはい。それふんどしに見えるんだよ。やべえな。そう、こう、こうならいいでしょ、こうなら。さっきのトラズボンとエプロンとこれつけるんだよ。そうするとどうなんだよ。気持ち悪いやつ、気持ち悪いやついる。気持ち悪いやつ、気持ち悪いやついる。どうしたんだよそれ。前らがやらなんか料理できなそう。そのまま生で食いそうだよね。そうだね。次、キツネさんのぬいぐるみ。もう一回さ、寄っちゃって。やめろ。めちゃくちゃ嫉妬だ。これこの目線やめろ。何
だこれ、気持ち悪い。これやべえ。これ、俺のお尻っていうのが嫌だよ。そうそうそう。これ狐なんだね。ね。めちゃくちゃこれも肌触りいいんだ。これもさっきと同じや、これと同じや。ジェラピケっぽいパンダとジェラピケっぽい狐が現れた。俺未だにぬいぐるみ抱っこしてる。やめろ、押しつぶせ。かわいそうだろ。めちゃくちゃドラえもんみたいな。これダメだろ。あ、これラストだな。はい、あ、出たー、出ましたー。ねむねむアニマルズ、トラさん。トラだ、ぬいぐるみ。これトラ来たか。おう、これリブハートさんのやつで、ねむねむアニマルズっていうシリーズがあって。あ、そうなんだ。白熊さんとかもいいんだけど。お前何しろ。やめろ、やめろ。いや、トラ危ないじゃん。前の方が危ないよ。残り2つか。残り2つだね。ぶっちゃけ俺開けたい。じゃあまさにいいじゃないよ、うん、自分で買ってきたんだ。はいはい。じゃあなんか鈍い音した。緑、お得すぎじゃんてって書いてある。どうですか、買いたくなってきませんか。買いたくなって買っちゃった。うん、キャンプグッズとか。ああ、入ってそう。 OK、 はい。うん、おっ、マルタクッション。森にちなんだ何かが早速出てきた。ほっ、びっくりした。チャレンジ、火起こしキット。キャンプ用じゃねえ。キャンプだね。うわ、懐かしい。なんか学校の実習かなんかで俺らやんなかったっけ、こういうの。やったと思う。やったよね、うん、こうやって火起こせる。そう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 、弓切り式だっけな。そうだね。あーすげー、すげー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 。やっぱそうだわ。ハンモックセット。耐荷重量60キロ。俺70 62 62。誰も使えねえじゃねえか。コダホにあげるか。まだ早い。次。え、何これ。おもろいな。パワーソー、チェーンソーのおもちゃ。え、これマジで切れるやつじゃないよね、さすがにね。うん、本商品はおもちゃです。これウィーンして遊ぶってことでしょ。あ、エンジンかけるとこからね。生きてるな。元取ったわ今ので。そうだね、やりきったか。やりきったな、うん、キャンプごっこセットみたいな感じなのか。多分ごっこセットでしょ。家の中でちょっとキャンプっぽいことしようぜ。そうね。まだあるよ。これ溜まってく一方なんですよ。まあまあそうだよな。そうだよね。絶対そう、絶対そう、絶対そう。これゴールドトランプ、まだあります。おーすごい、めっちゃいい。スキレットミニ、よいしょ。めっちゃいいじゃんこれ。これ待って、いいじゃん。かわいい、かわいい。俺らの青春時代を思い出さない。これに近しいフライパン持ってってさ、バーベキューしなかった。やってた、お前カニ食ってたじゃん、サワに。うん、それ思い出した。懐かしいね。だ、自然っていうテーマ合ってたかもな。まあそうだね、キャンプ、自然とかそういう、その辺がテーマだもんね。うん、というわけで残すは最後、黄色です。そうそう、そこ行っとく。ヤク元木行こう。確かに今、ここで一番虎に近いからね。うん、忘れてた、完全に。ラスト、黄色の福袋、うん、行きましょう。1個目、これ。へちょっと見えちゃった。ガオスポンジだよね。どういう何ってやつだよね、中身。マジでスポンジだよね、ただの。これ以上ないくらい普通のスポンジ。なんだ、学校の隅にクレンザーと一緒に置いてあるタイプ。いきます。ヘアドライタオル、綿の約3倍の吸水量。おお、洗濯後もすぐ乾く。あ、いいじゃない。タオルはいくつあってもいいですか。困んないしね、マジで。いいね、いいね、ありがたい。次、これエコバッグ。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。サイズもいいし、これ、おしゃれだよね。そうだね、うん、めちゃくちゃ可愛いじゃん、これ。あげるよ。いいもんゲットしたの。もらおう。これ生息地スーパーだから、これマジで役に立つって。よく行くってこと。マジでよく行くから。せーの、でかっ。おえ、虎の何。虎の何、わかった。何これ、俺当てる。これ、何も書いてねえなと思う。いや、当てるんだったら当てるなら見るな。何言ってんの。でもわかったぞ、これ寝袋。寝袋？うん、ほら。そこ足突っ込んで。お？うん。ほら。うん。いい。この柄にしてはすごい落ち着く。いや、あ、ほんと。これ当たりだと思う。すごい。すごいいい。え、超あったかい。トラだし。ラスト、これ。じゃん。だ。
トラクッション。おお。だいぶリアルだなこれ。さっきのトラ焼きと比べたらとんでもないぐらいリアルだね。解像度高いよトラクッション。解像度高いね。お、どうなるんだ？トラです。ちょっと面白い。ということで5種類開封完了しました。はーい。相変わらず面白いね。まあとりあえずあの福袋5個買うとトラの靴がこれだけ入ってましたので、まあ多分福袋あるか分かんないんだけど、まああればね買ってみていただければと思います。今年もよろしくお願いいたします。お願いします。ではせーの、アデュー。やっても目指せ登録者1000万、奥でもか、チャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。